こんにちは、栄養未来研究所の永井佳代です。皆さんいかがお過ごしですか？突然なんですが、皆さん手荒れてませんか？このおこもり生活でこう自炊が増えたよっていうお声をよく聞くんですね。栄養指導をしてても最近はすごく自炊をすることが増えたから、なんか一品多く作れるようになったよっていうようなことを昨日も患者さんから伺ってました。あとは最近はやっぱり手洗いを入念にするので手を洗う回数っていうのも増えましたよね。そうすると手がガサガサ荒れてる、爪もボロボロなんていうことないでしょうか？私も仕事柄、料理をしたりすることも多いので、やっぱりすごくこう手が荒れやすいんですね。なかなか手のケアっていうのがちょっと怠りがちだったりとかするんですね。ハンドクリームとかを塗ってもすぐ食材を触るので、結局またすぐ手を洗わなきゃいけないっていうことがあったりして、なかなかこうハンドクリームを塗るっていう習慣も私の中にあんまりなかったりするんです。で、今日はそういったおこもり生活で自炊をするようになったよとかですね、手洗いたくさんするようになったから手が荒れちゃったよっていう方に、キッチンの中でできるハンドケアをご紹介したいと思います。で、やっぱり洗剤、石鹸で手を洗うので手の表面の油分、油分が失われているっていうのが手荒れの原因になっていると思うんですね。もうなんかささくれができたりとか、ボロボロっていうような、爪も弱くなっちゃってっていうことがよくあると思います。なので、油分を補うっていうことがハンドケアのポイントになってくると思うんですが、私がよく使ってたのはじゃじゃん、オイルです。オイルをもちろんそのままこう手のために塗るっていうこともあったんですけれど、なんとなくこうたくさん出しすぎてベタベタになってしまうっていうことがあって、結局なんかこうティッシュで拭いたりしてなんかもったいないっていうことがあったので、こうお料理で油を使った後にこうちょっと液だれするじゃないですか。それをちょっと指で取って、これをなじませるというようなことをしています。もう一つのおすすめは、じゃじゃん、これコーヒーメーカーなんですけれど、コーヒーを入れた後のコーヒーカスを使って最近はハンドケアをしています。このおこもり生活でですね、私もカフェに行くっていう機会がなかなか減ってしまって、ね、これで最近はコーヒーを楽しんでいるんですけれども、コーヒーを出した後に出るコーヒーカス、これを見て思い出したんですね。トルコに行った時にコーヒーエステっていうのがあったんですよ。スパに行ってそこでこうマッサージをしてくれるんですけれど、スクラブとかいろいろこう選べたんですね。で、その中でコーヒーっていうのがあったんですよ。で、そのトルコに行った時にお世話になったママさんに、そういうエステがあるんでしょって聞くと、なんかこうキッチンでもそうやってやってるのよとかって言って、手出してみなさいとかって言われて、でそのコーヒー豆でゴシ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 って手をこすられたんですね。痛いとか思ったんですけれど、洗った後のしっとり感がすごくて、あ、これすごいいい、なんで日本にないんだろうって思ったぐらいだったんですね。でそれを思い出したので、このコーヒーカス今最近毎日たくさん出るので、それを手洗いをする時に使ってハンドケアをしています。やり方っていうほどではないですが、ちょっとどんな感じでやってるか見ていただきたいと思います、はい、では早速やっていきましょう。もうボロボロ、ささくれもできたり、爪もボロボロだったり、荒れてる手です。で、ここにこのリアリティを開けるとですね、ここにコーヒー豆が残ってるんですね。で、これを、はい、これをですね、ただ手の上に乗せてこすり合わせるようにしてください。もう何のポイントもないんですが、ご自身で気持ちいいなって思う強さで、ちょっとこう
コーヒーの香りがして気持ちいいです。あ、一個だけポイントがあるとすれば、冷めてからやってくださいね。当たり前ですけれど、これは今日朝コーヒーを入れて、そのまま冷まして置いたものを今使ってます。これがたくさんもし出たら、お風呂でも使ってます。結構足の裏とかちょっと硬くなっているとことかをちょっとこうマッサージしてあげるとすごいしっとりするんですよ。で、コーヒー豆ってすごいやっぱ油分が多いんですね。この焙煎した後の豆って 20% ぐらい油分が含まれているんですって。トルコではもっとこのコーヒーのこの豆がすっごい細かいんですよ。トルコでコーヒー飲んだ時、すっごい苦くて、苦いっていうかなんかもうえぐいみたいな感じだったんですね。トルコのコーヒーってこのコーヒー豆ものすごく細かく、これエスプレッソ用なんですけど、それ以上に細かくして、で、フィルターを通さないで飲むっていうのがトルコ式だそうで、ものすごい苦いんですね。なのでトルコのスターバックスに行った時に、普通のコーヒーとフィルターコーヒーっていう風にも別になってました。なので、トルコのものはもうちょっとこれが細かいんですけれど、もうこのエスプレッソ用でも十分だと思います。で、馴染んだら、もしキッチンに最近はね、ディスポーザーがそのままついてるご家庭があるので、そこだったらもうそのまま使ってもらったらいいですし、このカスが流れていかないようにきちっとネット、細かいものの方がいいですね。ストッキングぐらいの細かいネットを貼っておいていただくと流れずに済むと思いますので、で、ちょっとこう爪に黒く豆が入ってるんですけれど、いかがでしたでしょうか。コーヒーを飲む習慣がある方はコーヒー豆で、ない方はオイルでキッチンでハンドケアしてみてください。永井佳代でした。皆さんのおすすめのハンドケアもぜひ教えてください。